デビューから5年でバンド史上最速の5大ドームツアーが決まり、2024年4月からはアジアツアーを開催するロックバンド、キングヌー。今回はそんなキングヌーの面白いエピソードを200個紹介します。1992年5月15日、長野県で生まれた常田。父親はジャズピアニストとしての経験もあるロボットエンジニア。母親はクラシックピアノの先生です。そんな両親から生まれた常田。家には常に音楽があふれており、自然と音楽に触れ合っていたみたいで、5歳頃からチェロを始めます。ちなみに常田の祖父の常田長秀は日本で初めてカラーテレビを開発した人です。そんなカラーテレビを開発をした祖父を持ちながら、常田は最近まで自宅にテレビがなかったそうです。ちなみに常田大輝の兄である常田俊太郎は4歳の頃からバイオリンを始めており、東京大学を卒業し会社を立ち上げ、キングヌーのレコーディングに参加したことがあります。また2021年4月30日のミュージックステーションに特別出演したこともあります。中学では野球に打ち込みながら合唱部を兼部。一つ下の後輩で幼馴染だった井口と共に NHK 全国合唱コンクールの全国大会に出場します。常田はマリンバを担当していました。ちなみに人生最大のモテ期は中学校時代で、本人曰くすごい可愛い子と付き合ってましたね。毎回気になったことは付き合ってました、っていうか付き合ってくれたと語っています。この頃から複数の音声を重ねて録音できる MTR マルチトラックレコーダーを使って曲作りを始めていたとのことで、ギター、ピアノ、チェロで作ったこともあるし、ドラムやベースから作る曲もあると答えています。高校は偏差値65の県立進学校に入学。高校1年生の時にラーメン屋さんでアルバイトをしていたそうですが、3日でクビになったそうです。常田は高1からチェロを毎日8時間練習し、高3の時には日本クラシックコンクールの全国大会にてチェロ部門、高校の部で3位、入賞を果たしています。また、並行してバンドも組んでいて、17歳の時には立東ミュージック主催の最強プレイヤーズコンテスト2009のベース部門で準グランプリを獲得。ちなみにコンテストの景品としてもらったレアなベースをオークションで売り飛ばしたそうです。常田は2012年に芸大出身者がいるバンドという箔をつけるために名門、東京芸術大学へ現役合格します。しかし、社会と結びついた音楽をしたいという理由から1年経たずに中退。中退して間もなくは1、2ヶ月間インドをバックパックで回り、この頃に改めて触れたサイケデリックなサウンド感にすごく影響されているとインタビューで語っています。常田は東京芸術大学に進学した際に上京し、東京のおばあちゃんと7年間一緒に暮らしていました。その時に使っていた常田の部屋の天井にはミラーボールがついており、気分を盛り上げたかったんでしょうねとインタビューで言っています。メンバーが常田の家に来てリハーサルをすることもありましたが、メンバーはおばあちゃんと会ったことがないそうです。楽器で演奏すると近所迷惑になると心配されてましたが、おばあちゃんは孫である常田の演奏を自慢したかったようで、むしろ窓を開けて近所に聞かせていました。そんな常田のおばあちゃんはマクドナルドのハンバーガーが大好きで、常田とよく一緒にマクドナルドのハンバーガーを食べていたそうです。家で楽器を鳴らしても怒られなかった常田ですが、屋上でスケボーをした時はおばあちゃんに怒られていたと語っています。ちなみにローラブの PV はおばあちゃんの家の2階で撮影しています。また2023年の年越し CDTV ではおばあちゃんの家からパフォーマンスを披露しています。常田と現在はキングヌーのボーカルである井口は小学校、中学校は同じでしたが高校は別々でした。そして東京芸術大学の学園祭で再会を果たしたとのことですが、きっかけはモックル屋の店長だった井口が呼び込みのためにオペラを歌いながら宣伝していたところ、常田が通りがかったからだそうです。常田がリーダーを務めているキングヌーですが、名前の由来はヌーが春から少しずつ合流してやがて巨大な群れになる習性を持っており、自分たちも老若男女を巻き込み大きな群れになりたいという願いを込めてつけた名前だそうです。ちなみに常田はもともとサーバビンチというバンド名で活動しており、固定メンバーは常田のみで石若俊、中野裕太というメンバーと主に活動していました。そして徐々に関、新井、井口が加わり、2015年に現在の4人体制、2017年にキングヌーに改名したそうです。キングヌーはメジャーデビューする前から音楽関係者やアーティストたちから注目を浴びていたそうです。例えば米津玄師さんは2018年8月10日にキングヌーの楽曲プレイヤー X について邦楽で一番好きだとツイートしています。また菅氏香さんも2018年11月8日にキングヌーくっそかっこいい、こういうのがドカンと売れてほしいなとツイートしています。2019年、キングヌーはメジャーデビュー1年目で NHK 紅白歌合戦に初出場し、圧巻のパフォーマンスで白日を披露します。出場時には司会の桜井翔さんがジャニーズの後輩グループ
キング&プリンスとキングヌーをお茶混ぜにしてキング&ヌーと紹介してしまうというハプニングがありました。ちなみにこの出来事についてキングヌー井口悟のオールナイトニッポンゼロ内で NHK 紅白歌合戦の裏話を語っていました。紅白終了後、桜井翔さんから謝罪の言葉をいただいたらしく、この桜井の謝罪に対して井口はちゃんと返そうと思って対バンしましょうよなんて言ってねと嵐との共演を持ちかけてみたもののスルーされましたけど、多分聞こえてなかったんだと思う、聞こえてなかったと思いたいと共演話は進まなかったと振り返り笑い声を上げていたそうです。そんな井口のことが大好きな常田ですが、ある打ち上げの時、打ち上げを抜けてラジオの仕事に向かわなければならない井口を放っておけずに、そのままついていってラジオに出演してしまったことがあるそうです。続いて常田の人間性についていくつか紹介していきます。常田の苦手な食べ物はもつで、大好きな食べ物は海鮮や卵かけご飯です。ちなみに NHK との密着ではニコニコしながら卵かけご飯を頬張っていました。ちなみに毎年楽しみにしてる期間限定すき家のニンニクのメギュー丼を Twitter やインスタで始まりましたよと教えてあげると毎年大喜びするそうです。仲の良い米津からはレコーディング中一緒に飯を食った時に発覚したのですが、なんか神聖さを感じてしまうくらい食べ方が汚いです、箸の持ち方は異次元だし、ピザの耳は芸術的に残しますとテレビ番組カンジャムで暴露しています。ちなみに米津に文明で育ってきたのかと言われたことがあるらしく、それ以来箸の持ち方を練習して気をつけているそうです。また米津からはある一方に自らの能力を全振りして、その他は手つかずの状態で置いてきた男なんだと思います。とある種芸術的な才能への最大級の賛辞が送られています。常田といえばヒゲが印象的ですが、生やしている理由は爽やかなのが嫌だからと説明されることもありつつ、実際には面倒で何もせず勝手に伸びてしまっているだけだそうです。そんな無頓着な一面がある常田ですが、楽屋では一番おしゃべりで下ネタをめちゃくちゃ言うそうです。またプライベートで見かけて声かけてもファンサが一番いいと言われているのが常田、ただコンビニのエロ本コーナー前では声をかけたらダメだそうです。そんな常田ですが、お茶目な一面もあり、犬と猫が大好きだと語っています。どれぐらい好きかというと、常田自身は犬を飼っていないそうですが、大好きな犬を見るためにドッグランへ行くそうです。またピリピリしたレコーディング中に犬がいたから場が和んだなどのエピソードがあるそうです。逆に苦手なこととしては、常田は極度の閉所恐怖症でシートベルトはできればしたくないとのこと。またビニールの MV でビニール袋を頭から覆って撮影するシーンの時、ずっと顔色が悪かったらしく、メンバーがあれはかわいそうだったと言っています。常田はイチロー選手のメジャーリーグ時代の動画を見て泣いたり、どんなに忙しくても毎年初詣には出かけたり、目薬をさすのが下手だったり、スマブラがとても苦手だと語っています。続いて常田の交友関係について紹介していきます。常田の仲の良い芸能人といえば綾野剛です。テレビを持っていなかった常田は綾野剛からドラマを見てほしいという理由でテレビをプレゼントをされたことがあるそうです。また綾野剛とは年明けから3日間ぶっ通しで飲んで、2人で行き着いた先はディズニーシーだったということもあったそうです。常田と同じアーティストで仲の良い人といえば米津玄師がいます。洋楽が大好きで J-POP の構造を全然知らなかった常田ですが、米津からサビがないと日本じゃ売れないよとアドバイスされたとジップにて語っています。しかしその後、米津から俺は言っていないという指摘が、実はサビがないと日本じゃ売れないよと発言したのは米津の隣で飲んでいた八尾拓也さんだったそうです。また常田は椎名林檎とも仲が良く、出会いは常田が学生時代だった時だそうです。カンジャムでは椎名が常田に対し、私としては常田氏のことを初めての同業者だと感じていた、また総合演出しながら源泉を生む作家として常田氏は唯一無二だと思いますとその魅力を熱く語っています。また椎名は常田に対し、ボーイの撮影の時に役の親御さんをいかに怒らせないとかもと考えながら、アーティストの枠にとらわれず意外な仕事までこなしていると明かしています。キングヌーの MV 撮影に初期の頃から関わっている映像作家のオスリン、キングヌーの最初の頃、常田とオスリンはファミレスで朝5時まで MV 作成をやり、その後は近くの漫画喫茶に行き、またファミレスに戻るというような生活をしていたそうです。そんな厳しい下積み時代の時にオスリンが、ちょっとでも俺が遊びに行こうとすると、才能が薄いのに遊びに行くってと言われたことがあるそうです。これを言われた当初、こいつすごいな、人にこんなこと言えるんだと思ったそうですが、ある時2人で徹夜して、起きた時に何も言わずに2秒くらいでキーボードに向かってヘッドホンして作業をする常田の姿を見て、オスリンはこいつ自分に言っているんだ、こいつ自分に言ってることを俺に言ってるんだってと気づいたそうです。常田は2023年時点で結婚はしていませんが、過去に一度だけ熱愛報道が出ています。
お相手はモデルのエマさんで人気雑誌ビリの元専属モデル。イギリスとのハーフという日本人離れしたプロポーションや目鼻のしっかりした整った顔立ちが魅力の人気モデルです。出会いのきっかけはキングヌーのインディーズ時代の楽曲あなたは蜃気楼の MV でエマさんが出演したことだそうですが、現在の2人の関係性については不明です。1993年10月5日長野県伊那市に生まれた井口悟。幼少期から家族に生まれながらのスターと呼ばれていたそうで、ツイッターではスター性を感じさせる手でうどんを頬張る様子が公開されています。この映像を見たファンからは、可愛すぎる、天使、面影ある、愛くるしい、何回でも見れる、破壊力がすごいとファンからの称賛の声が寄せられています。そんな小さい頃からスター性を見せていた井口は、幼少期に服を買ってもらった記憶がなく、ボロ雑巾みたいな服を着ていたそうです。高校時代もパイナップルの絵が描いてある T シャツを着てたくらいヤバかった。それもあってかキングヌーを組んでからも以前は臭そうな服を着ていたのに、今では良い服着てて毎週のようにシャツを買っていると暴露しています。売れる前はお金がなさすぎて、井口という名前にかけて駅前で段ボールに愚痴屋ですって書いて愚痴劇をやって小銭を稼いでいたようです。当時は電車に乗ってリハーサルに行くお金もなくて必死でしたと語っています。中学時代、井口は合唱部に所属し、1学年先輩には常田大輝がいました。井口は小学生から太り始めてしまい、常田からはガタイマックスというあだ名をつけられていたようです。また中学時代のエピソードとして、中2くらいの時に部活仲間とエロ本の自販機にエロ本を買いに行ったことがあるとのこと。コンビニで買う勇気もないので自分が切り込み隊長となって仲間を引き連れて先陣を切り、周囲の田んぼ方面から近づいて、お小遣いが700円の時代になけなしの800円を使って購入を決意。800円を投入するも自販機が壊れてて買えずに、結局コンビニに買いに行ったようです。井口は母親と同じ高校の長野県伊那弥生が丘高等学校に入学し、音楽部に所属していたそうです。高校3年生の時に男耳というグループでハモネプに出場していたようですが、予選落ちをしたとのこと。大学時代、井口は東京芸術大学の声楽科一浪して入学し、東京都台東区にある上野キャンパスに通っていました。井口は天才っぽさを出すためパジャマのまま登校するなど他と違う行動をとっていたそうですが、今振り返ると超恥ずかしいと苦笑いしながら語っています。そんな大学で天才っぽさを演出していた井口は、築55年の寮で生活をしていたそうです。部屋はくじ引きで決めたそうですが、井口の部屋は今まで誰も使っていなく、埃が1センチぐらい積もっている、暖房がない、また家具もないため卒業生が捨てた家具を探しに行っていたとのこと。その時の井口の感情として、寂しくて、ひもじくて、寒くて、長野に帰りたいって寮生活の初日の夜は泣きましたと語っています。そんな大学生活をしていた井口はお酒が好きで、打ち上げとかではかなりお酒を飲んでしまい、記憶をよくなくすタイプだそうです。お酒での一番の失敗は、打ち上げで日本酒をガンガン飲んでてブラックアウトしてしまい、目を覚ましたら茨城の神立という駅看板が目に入って、アル中で死んだかと思ったとのこと。行き着いた茨城の神立はコンビニどころか街灯もないど田舎で、所持金は600円しか持っていなかった井口、どうやって帰ろうと悩んだ中でヒッチハイクで帰ることを決意。これからクラブに遊びに行くヤンキーっぽい兄ちゃんに乗せてもらえて、深夜3時くらいに帰ることができたそうです。また井口は居酒屋やかっぱ寿司などの飲食店でバイトをしていたそうで、元日にサラリーマンのスーツにウニをこぼして怒られたことがあったとのこと。また酢飯の匂いがダメになり、かっぱ寿司はやめることにしたそうです。中学時代太っていたが、高校入学時には痩せていた井口。そして大人になってからバンドでツアーをしている時に全国各地の美味しいものを食べたり、打ち上げでお酒飲んだりしている間に太ってしまったようで、2017年の時点で62キロだった体重が2019年には 78.5 キロまで増加したとのこと。さすがに太りすぎたため事務所の偉い方に注意されてしまい、井口はダイエットを決意。その日からダイエットを開始した井口は、わずか5ヶ月で12キロの減量に成功したそうです。2019年の2月にミュージックステーションにキングヌーが初登場した際、番組のオープニング、各アーティストが階段を降りるおなじみのシーンで、井口は暴れながら階段を駆け降りるパフォーマンスを見せつけました。その後、M ステが21時枠になってから階段が撤去され、新型コロナウイルス対策として密を避けるためとも言われていますが、井口が寄稿したから撤去されたのではないかとネットで話題になったそうです。そんな中、2020年1月に M ステに再び出演、階段がなくなり前回のような気候登場ができなくなりましたが、それでも井口は圧倒的パフォーマンスを見せつけました。当時の新曲であるティーネイジャーフォーエバーのジャケット姿で登場した井口は痙攣ダンスを見せつけ、新たな気候姿を披露しました。後に自身のラジオで語っていたことですが、1回目の M ステのトーク中相当緊張していたらしく、マイクを立てて怪しく撫で回す姿が映し出されていました。また M ステで気候な姿を見せたことによって、 NHK の公式ツイッターでは、演奏前後に階段ありません、
NHK なんで、といじられたそうです。井口本人もここまで大きくとは思っていなかったとのこと。そんなキングヌーのメンバーたちは爪痕を残すために日々会議をしているそうです。自身のラジオで M ステ対策会議と題し、リスナーから爪痕を残すためのアイデアを募集。集まった意見の中には、階段を降りるときに小指で自分の乳首をずっと指で刺す、生放送中にヒゲを剃る、好感度を上げるためにエアーで猫を可愛がる、ずっと裏声で喋るという案が挙げられ、井口はいつか M ステでどれかを披露すると宣言しました。井口はキングヌーで出演した番組で、常田が鉄腕アトムのウランちゃんばりに犬や猫、何でも異常に好かれると紹介。その時現場には犬も猫もいなかったため、井口自身が犬や猫に憑依され、席の着ていたパーカーのフードを引きちぎるかのごとく噛んで引っ張る姿を披露し、その後常田が本当に動物に好かれることを表現していました。 CDTV ライブライブ4時間スペシャルに出演した際、常田が佐都ちゃん大変身スペシャルでお送りしますとツイートしたことで話題になりました。実際に井口はきっちりとしたスーツ姿で登場、しかし足元は便所サンダルと、やはりどこか井口らしさを残していました。その後間奏に入ると黒子が登場し、井口の服を脱がせ始め、最後残ったパンツを脱ぎ捨てるといつもの井口に大変身。その後は常田のギターに操られるようにいつもの通り奇妙な動きを披露したとのこと。井口はクソリプ王としても有名で、プロモーションと称し有名人に自分たちの音源を送りつけています。本人は自分自身が売れたと確信するまでクソリプはやめないと発言しており、井口が大好きなジャスティン・ビーバーには、ジャスティンまたいいのできたよ、感想を聞きたい、これ見たら LINE してくれなど、数々のクソリプを送りつけていたそうです。また井口自身がかなり好きだと語っている篠崎愛にもクソリプを送っており、過去のライブでは篠崎愛が表紙のヤングジャンプを観客にばらまいていたとのこと。そんなクソリプをアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんに対してしつこく送った結果、約2年間にわたりブロックされたとのこと。その状況に見かねたキングヌーのファンが後藤さんにお願いしてブロックを解除してもらったという出来事があったそうです。またオバマ元大統領にも新年のご挨拶をしたり、ローマ法王に対しては低姿勢でリプを送っていたりしました。 NASA に対してもリプを送ったことがあり、これは新しい惑星を見つけることと同じくらいの大発見になり得るかもしれません、日本のバンドですとリプを飛ばしていました。親の影響で井上陽水や愛子、ポルノグラフィティが大好きな井口、特にポルノグラフィティは自身がレギュラー出演するラジオ番組で勝手に20周年記念企画として自身がカラオケで歌うだけの企画を行ったほどです。この企画の反響を受け、2020年3月13日に2度目のカラオケ企画が行われた際には、サプライズとしてポルノグラフィティのボーカルである岡野昭仁が乱入し、2人でミュージックアワーアゲハチョウを歌唱しました。過去にメンバーの新井と同居していた井口、面倒見の良い新井に面倒をかけっぱなしでも喧嘩は一度もなく、楽しい同居生活だったようです。家事はほぼ新井任せで、2年半の間に洗濯が500回ほどのうち5回も井口さんが洗濯をしたことがないとのこと。新井に対し井口は、結婚したいバンドマンランキングは息に近いと話しています。2019年にキングヌー井口悟のオールナイトニッポンゼロに愛子がゲストで出演した前日、学生時代から楽曲を聴いていた愛子と共演するということで、井口は緊張で家の中をぐるぐると歩き回り、服装も愛子に合わせてオーバーサイズのものをチョイス。また愛子が犬好きだという情報から動物好きだと考え、トナカイの服を着用したそうです。本ラジオは愛子と恋愛と音楽というテーマで2人の恋バナを繰り広げる予定でしたが、テンションが上がりすぎた井口は、僕みたいなタイプはどうですか、年下の男はどうですか、ご趣味は、としばしお見合いトークへ脱線する場面もありました。このラジオを通じて井口が大の愛子ファンということが世間に広まりましたが、井口には他にも好きなアーティストがいることもまた有名です。その中の一人である椎名林檎と対面する機会があり、本人に対してファンですと声をかけたことがありますが、井口くんは愛子さんなんでしょと返されてしまい、井口は昇天してしまいました。そんな愛子が大好きな井口、2020年に愛子と再び共演した際は、手作りシュークリームをプレゼントして、ネットでも話題に、美味しそうにシュークリームを食べる様子を見て、愛子好きだと井口は叫び、CM 中には突然涙を流し始めたそうです。そんな井口が、ファンにアドバイスとして、女性の名前をさん付けではなく、吐息混じりで、〇〇くんと呼べば簡単に変態になれると深田恭子をネタにして語っています。井口がサウナに行った際の出来事、サウナから帰宅したらなぜかパンツを2枚履いていたそうです。全く同じパンツだったため、誤って2つとも履いてしまったとのこと。また自分のパンツなのか他人のパンツなのかわからなくて狂気を感じましたね、できれば自分のパンツが下であってほしいと切実に願ったと語っています。富士急ハイランドの戦慄迷宮といえば世界最大級のお化け屋敷として有名ですが、井口は昔富士急の戦慄迷宮を一人でクリアしたことがあるそうです。お酒が大好きな井口は過去に友人に誘われスナックに連れられたことがあり、想像以上の楽しさからその日以降、スナックが持つ情緒あふれる雰囲気の虜になったそうです。また
深夜のカラオケスナックに突然現れ、大ヒット曲「白日」を熱唱し、その後なんと店内のお客さんのお会計10万円以上を全額払って去っていったという伝説的エピソードもあるとのこと。2023年2月24日に日本テレビで放送した沸騰ワード10では井口がおすすめのスナックとして新宿ゴールデン街の出窓ベイウィンドウ赤羽のスナックゆき子を紹介しました。その放送では基本的にハイボールしか飲まないとハイボールを注文し、店員が作る様を熱心に見つめ、人によって作り方が違うんです、何回かき回すとか、彼女は最後にスプーンを手の甲につけてチュッて味見する、チュッてした時にあ、美味しいんだろうなと予感させてくれると語っています。ちなみに現在では月5回ペースでスナック巡りをし、地方でも新たなお店を開拓しまくっているのだそうです。2020年1月18日放送のバズリズムではエキストリーム体験を求め、タイへ行った出来事を井口が紹介しています。エキストリーム体験で井口を強くするため、急遽タイへ井口を行かせることを思いつき、前日は花見で朝まで飲んでいた井口を叩き起こして、荷物の準備もないままタイへ飛ばされたそうです。タイへ飛んだ井口は現地でレディーボーイとエキストリームキスをしたり、さらにカナブン、タランチュラ、サソリなどを食べるエキストリーム飯を体験したり、虫を食べてテンションが上がって路上ではしゃいでいると現地でエキストリーム逮捕と現地の警察に連れて行かれたりしたとのこと。数々のエキストリームな体験を経て、最後はエキストリームな涙流していたそうで、それぞれの出来事を写真で紹介していました。また日本でも警察と関わったことがある井口、散歩中に警察官の人に呼び止められると、井口さんですかと質問され、その警察官は井口のファンだったとのこと。会話が弾み、そのまま2人で交番まで散歩することにしましたが、旗から見たら連行されてるように見えただろうなと当時の心境を後に語っていました。このエピソードにファンからは面白すぎる、思わず想像してしまった、笑、一緒に散歩できるなんて羨ましい、その光景めっちゃ見たいといった声や、なんで一緒に散歩してるの、笑、どういう状況といったツッコミが寄せられています。平成から新年号に移行する際、ツイッター上ではたくさんの予想がされていました。その中で井口の予想はチンコでしたとツイートしています。1992年9月2日徳島県で生まれた石油、両親は共にプロミュージシャンであり、石油は父親は東京で仕事していたそうです。メンバーやファンからの愛称は石油です。両親は石に対し、高校を卒業した段階で何かやりたいなら早く東京に行けばと言われたことをきっかけに上京したとのこと。ナルバリッチの JQ との対談で自身のルーツを聞かれ、家族について話すと、 JQ からサラブレッドじゃないですかと言われた際に、本人はそんな大それたもんじゃないんですけどと照れ隠しなのか上ずった声で否定。小学生の頃はもともとダンサー志望だったことから踊れる音楽を探して聴いていたそうで、本人はとにかくダンスミュージックが好きとのこと。ドラマーとして気をつけていることは、自身がダンス出身であることに触れながら、踊らせたい音楽をやりたいのであれば踊るっていうことに挑戦してほしいと、振り付けじゃなくてもいいからノリを感じることが重要だと語っています。ちなみに JQ はこの質問をした時、手を洗うとかでもいいんですけどと小ボケ、回答後もとにかくダンスをしろといじり続け、席も苦笑いしていました。ダンサーを志していた席ですが、ドラムに転向したのは中学生の時、吹奏楽部に入部したことでパーカッションを体験したのがきっかけだそうです。もともと家に置いてあった電子ドラムを叩いていたことから経験はあったもよう。席がロックに触れたきっかけはレッドホットチリペッパーズ、ファンクやジャズとブラックミュージックやダンスミュージックの入り口と語ります。ちなみにTikTok でバズらせるための企画としてダンス動画を上げたキングヌー、元ダンサーである関はさぞキレのあるダンスを見せるかと思いきや、かなりふざけたダンスを披露、微妙な空気にメンバー一同失笑をこらえていました。 JQ も対談でよくあれだけ動きながらビートのキープができると評するほど、複雑な展開の曲が多いキングヌーでドラムを叩きながらアクションできる関、業界内でも凄腕のドラマーとして名を馳せています。リズム隊同士仲がいい関と荒井和樹ですが、キングヌーの中で関は荒井と最初に出会い、西荻窪にあるミュージシャンがセッションできるバークロップクロップで顔を合わせたとのこと。関はセッションが好きなことからミュージシャンの友人が多いことでも知られ、生粋のミュージシャンであることがキングヌーの屋台骨となったといえます。その腕前からタマというドラムメーカーとエンドース契約を結んでいる関ですが、新井もフェンダーからシグネチャーモデルのベースが発売されていました。ミュージシャンシップの高いキングヌーの誇る功績の一つといえます。キングヌー総出でラジオに出た際、ラジオ後編の振りを任された関、公演もあるよと小ボケを挟んだ際、井口と常田は失笑する中、突拍子のなさに新井だけは大爆笑。新井の大爆笑に井口は、甘やかしすぎだよ和樹、常田も確かになとかなりくっきりと温度差が分かれていました。過去に新井の代打でラジオ出演をした関、不安から練習として前日にインスタライブをしましたが、
練習なのにここで喋りすぎるとネタがなくなるから困っちゃうよね、と練習の段階で天然っぷりを発揮しています。実はラジオをやってみたいと語る席ですが、インスタライブを開始するのに苦労しており、ボタンを押すのにも40分かかったことから一大決心のインスタライブだと語っていました。井口が語る席の印象は派手でバカとしか言えないそうです。名前が勢い、喜ぶ、遊ぶ、だからお祭りみたいな男とも評しています。また井口は名は体を表すじゃないけれど本当にハッピーで、お祭りが好きで、海も大好きで、ウニみたいな頭をしていると関のことを表現しています。褒めているのかけなしているのかわからない井口独特の感想です。井口と関はよく飲みに行く間柄で、よく音楽友達と集まって飲むそう。話題としてはお気に入りの AV の話などをして盛り上がるそうです。ある日友人を交えて井口と関が飲んでいた際、井口だいぶ酔っ払ってたんですけど、優が俺は男もいけるかもって言い出してとのこと。それが気になった井口はメンバーなら誰がいいと問いただしたところ、大輝と悟はミーハーと思われたくないからごめんねと答えた関。本物っぽい回答ですが、関の回答を聞いた井口はモヤモヤしたと語っています。その後井口は同居する新井がゲームする横顔を見て、和樹なんだな、楽しそうにゲームしてるなこいつ、となぜか新井に嫉妬していたそうです。この一連のエピソードは井口がパーソナリティを務めた ANN で紹介していましたが、井口はこれがキングヌーなんですよ、とても仲がいいバンドですと締めくくっていました。関はインスタやキングヌーの YouTube などでもよく裸になっています。関が本当に同性愛者かどうかは分かりませんが、一つ分かっていることがあります。インスタで裸を披露している写真にアネッサのハッシュタグがついていることから、日焼け止めはアネッサ派の模様です。奇抜なファッションを含めて関の政治人は結婚まで一部ファンで話題でしたが、ライブ中にも上半身裸になる、楽屋でも裸でくつろぐなどの姿を多数見ることができ、関優イコールキングヌーの裸芸担当と見て間違いないでしょう。またパンツ一丁のままタワーレコードで買い物をする映像が常田のインスタに、野生の関優に遭遇しましたというコメントとともに投稿されました。井口の気候に負けずと劣らない、というより下手したら炎上しかねないネタです。ちなみにインスタライブでは裸芸という必殺技を封印すると語っていました。本人も必殺技と認識していた模様です。井口の ANN には過去にキングヌーのメンバーが個別に出演したことがあります。関が出演した際、井口からゲストとして紹介されると間髪入れずに、綾野坊じゃなくてすみませんと謝罪から始めました。出身地の徳島について関は海苔とすだちが美味しいと短めに紹介。井口はメンバーに対し、関のおじいちゃんから海苔とすだちが送られてくると語っていました。ちなみにおじいちゃんの名前は茂らしいです。徳島出身であることから米津玄師と対バンの経験があると井口から紹介があった関、記憶がないらしく対バンしてたみたいとふんわりした返事をしていました。井口、徳島は今暑いですよ、米津玄師と関優、関並んでないから帰るぞ、などとシュールなやり取りが続きました。井口が関からありがとう LINE というグループに招待されたと語っています。関曰く、何を言われてもありがとうと答える LINE とのこと。井口は関はハピネスを与えてくれると言いつつも、同調圧力と恐怖を感じたそうです。過去にラジオで井口が関のことをウニと紹介し、ファンの間で関のあだ名がウニ、本人不在の場ということもあり井口が罪悪感を感じていると語りましたが、関はどうでもいいとしつつ、意思を持たないリスナーたちだよと吐き捨てました。ちなみにキングヌーの中で関には静止コネオというあだ名がついています。キングヌーの音楽面で重要なメンバーである常田はクラブミュージックが好きであり、バンドの音楽性にその要素を導入するため関にサンプラーの習得を依頼しました。電子ドラム経験者の関ですが、常田に習って覚えたそうです。常田はキングヌーの前身バンドであるサーバヴィンチから非常に難解な音楽性を持っています。キングヌーではポップスをやろうと意図的に取り組み始めた常田ですが、感覚は尖っており、ポップスを作るにせよ一発一発をもっとと語る常田に関は、上質なねとサーバヴィンチ以来のバンドメートのよう組んでいます。六本木で職質された関、警察官に職業を聞かれミュージシャンですと答えたら、この間この辺で張ってたらキングヌーの常田さん捕まえましたよと言われ、俺のメンバーですと答えたそうです。職質された時点ではキングヌーのメンバーとはバレていなかったそうです。キングヌーのメンバーと分かった時点で関は職質からすぐに解放されたそうですが、コンプリート頑張ってくださいって言っといたと斜め上の返答をしました。ちなみにキングヌーって言えばすぐ話してくれないという関に、新井俺もそれ使おうとのこと。 ANN でキングヌーの傘を流し、井口に感想を求められた関は一言、うん、いい曲と言い切りました。それを受けて井口は一言、音楽的素養が全くねえ
以前に新井も ANN に出演し、関同様にキングヌーの曲に薄い感想を言ったことから、井口は前回の新井に続いて関も語彙がないことに失笑し、これはダメだ、新井から何の教訓も得ていないと、キングヌーのリズム隊に絶望していました。ちなみにラジオ後半で関はなぜか上半身裸になっていました。引き締まった肉体で知られる関、井口の片岡鶴太郎に近いよねという発言に、俺が一番ヨギーニューウェーブスだと力強い発言。ヨギとはヨガを習得している人のことで、鶴太郎もヨガで有名なことからの発言です。メンバー全員が揃った ANN でキングヌーがバンド名を決める際に揉めたと語る井口、そこにすかさず関が、喧嘩はしてないけどね。これに対し井口、そのフォローはいらんのよ。ちなみに常田と事務所が揉めていたそうで、やはり常田がキングヌーの中核と言えます。関はラジオに出るたびに少しずれた回答や際どい発言を連発しており、また危険なエピソードも多々持っているため、下ネタ大好きなメンバーも、関優はこのバンド入って大丈夫と心配されていたそうです。そんな関優は、井口が体調不良でラジオを休養した際に代打出場、天然っぷりにファンや関係者が心配になる中、見事にパーソナリティを務めました。ちなみに関は冒頭にさらっと、最近結婚しましたとカミングアウト、唐突にカミングアウトし、何事もなかったように切り上げたことが半ば伝説となりました。関の奥さんである白藤ひかりは兵庫県出身の津軽三味線アーティストで、三味線寮キキで活動しており、関も初期メンバーとして所属しています。ちなみに新井と関はキキの初期メンバーであり、入籍日も新井の誕生日でした。関は入籍について個人的に SNS で報告しましたが、いつの間にかニュースになっており、大事みたいになってびっくりしてますと素直に漏らしていました。関の結婚は嵐の二宮和也が結婚したタイミングとほぼ同時期で、最近結婚が流行ってるんですかね、流行らせたの僕っぽいんですけどと、ここでも天然っぷりを発揮。さらに、僕が傷口になるよと謎の発言をして次の話題に移りました。関はこの日の放送で結婚報告をして早々に、 ANN のパーソナリティとして有名なナインティナインの岡村隆史と挨拶をしました。岡村が携帯を差し出し、これ僕のなんですけどとの動画を見せられ、元気に動いていましたと関は感想を語っています。井口がフィリピンで大暴れしたことでも有名なティーネイジャーフォーエバーの PV には制作秘話があり、それは各メンバーが100万円を自由に使うことをテーマにした映像です。ここで関は新婚旅行としてグアムに行き、新井は母親に自動車を買ってあげています。常田はロシアへ旅立ち、井口は PV のための演出とはいえフィリピンで豪遊という内容であり、天然なリズム隊の方が堅実にお金を使うという奇妙なコントラストが生まれています。1992年10月29日東京都福生市で生まれた新井和樹、キングヌーのメンバーでは意外なことに新井だけが東京出身です。新井がベースを始めたきっかけは、中学生の時部活をサボって近所のゲームセンターに行く途中、友達からバンドをやらないかと誘われ、その時ベースしか余っていなかったことが始まりだそうです。ちなみにバスケ部所属だったそうですが、コーチが怖くて3ヶ月で退部したとのこと。ファンやメンバーから新井先生というニックネームで親しまれている新井、理由はキングヌーのドラム関優こと関優が理論に弱く、論理立てて説明してくれることから新井先生と呼ばれるように。新井はかつてベースの師匠である川上治の自宅に住み込みで習っていたそう。川上治はジャズベースの大物であり、今でも新井と共演をしていますが、新井は過去に、まあそれもね、いろんな体験がありましたよとにやり、フェンダーからシグネーチャーモデルのベースが出るほどの凄腕である新井、パーツから木材、果てには塗装にまでこだわった自身のオリジナルベースをフェンダージャパンのインタビューで非常に細かく語っており、ここでも新井先生を発揮しています。新井は国立音楽大学に授業を受けに通い、同大学のジャズバンドでプレーしていました。ちなみに新井が入学していた大学は東京経済大学なので違う学校ですが、ギターとベースは外部から参加するのが通例だったことからだそうです。この頃からジャズバンドコンテストで最優秀賞に輝くなど活躍しています。キングヌーのボーカルである井口と新井はかつて3年間同居していたことが有名です。ちなみに家事全般は新井が基本的に担当していたとのこと。井口が引っ越しをする際も、お前だけじゃ心配だからといい物件を一緒に探し、家電も一緒に探し、こっちの方が性能いいよとアドバイスしたそう。ちなみに同居の終了は諸事情で一緒に住んでいた物件を立ち退きする必要があり、次の物件ではドラマーの関優も交えて3人で共同生活をする予定があったそうです。しかしこの話は新井が彼女と同棲を始めることでなくなったとのこと。井口の引っ越し当日も新井は心配の LINE を送ったそうで、そのことに井口は、あいつ寂しいの分かってて LINE してくる、なんだよもう好きだよと、まるで元彼から連絡が来た彼女みたいなリアクションをしていました。ちなみに3年間の同棲で喧嘩は一度もなかったそうです。新井は井口の ANN に数度出演しており、初回に出た時は井口がちゃんと回せるか心配、
と語っていましたが、タクシーに乗っている時に井口が和樹がいると安心するけど、和樹の方がうまく回せたらどうしようと考え出したそうで、新井からメンヘラの彼女みたいになってんじゃんとツッコミを入れました。この時 ANN で先の出番を務めているナインティナインに初めて遭遇した新井、めちゃイケ直撃世代だったこともありバンドやっててよかったと言いました。井口は ANN の収録1週間前からとても緊張し、3日前には世界観がモノクロになるほど、当日はもう完全に白黒になると言いますが、新井がゲストの日は彩りが鮮やかに見えたと語っています。井口から ANN を聞いているかと聞かれた新井は、時々聞いているというものの、毎週放送終了後に X で井口サトル ANN 例でエゴサーチをしているそうで、起こったことは大体把握しているそうです。この時井口は新井をキングヌーの両親みたいなところあるからねと言っています。またなぜか新井は自身をキングヌー内のオフィシャルヒゲダンディズムであると表現していました。実際にホテルマン風の衣装で雑誌の表紙を撮影した際はかなりヒゲダン風だったそうです。新井が ANN 初登場の際、キングヌーの新曲を放送で初めて流しましたと非常にぬるっと紹介、また新井の感想もすごく気に入ってます僕はと非常に薄いものでリスナーからもダメ出しされていました。またこの回の後に石油も出演しましたが、同じく曲紹介で薄いリアクション、それを受けて井口は新井から何の教訓も得ていないと絶望していました。ちなみに MC でも非常に喋りが達者なことで知られる新井は J-WAVE でラジオパーソナリティを務めています。新井はアジアンカンフージェネレーションの大ファンであることで知られています。 X でもアジカンのライブを見て、25年間メンバーも変わらず不祥事も起こさずここまで不変なバンドって奇跡と語っており、アジカンへの愛を見せています。アジカンとキングヌーといえば、井口が X で有名人にクソリプを送りまくっており、その中でアジカンの後藤正文にクソリプを送ってブロックされたエピソードが大変有名です。ちなみに ANN でも新井はアジカンの代表曲リライトを熱唱しました。井口も愛の手を入れており、ただのカラオケになっていました。リスナーから井口の歌唱力以外の長所を聞かれた新井はうんと引っ張り、無害なことと言い放ちました。それを受けた井口は、味方だと思ったら実は敵だったと失笑していました。リスナーからベースを入れたいというのが理解できませんというネタ投稿があり、井口はベースをデイの代わりに入れてをにしたいってことと聞くと、新井はあるでベースを弾くと返答。それに対して井口ストイック。同居する井口は狭くて物がある状態が好きと言い、片付けができないことに対し、料理したフライパンは水につけておいてくれとダメ出し、井口も言うなってとただの痴話喧嘩を繰り広げていました。リスナーから井口さんと暮らすメリットはあるんですかという質問に話し込む2人、井口は和樹は女で言ったらダメンズ好きと新井を評するものの、新井は真剣に悟と付き合うメリットマジでねえなと絞り出すように言い放ちました。ある時の出来事、申し訳なさを感じた井口が家賃を全額負担すると言い出し、それに対し新井は友達同士で金が発生するの嫌だなと発言。これを聞いて井口は、本当にできた人間ですよこいつはと感心しました。そんな成人のような新井でも、井口が家賃の支払いが遅れるのは本当に嫌だそうです。リスナーから、生まれ変わっても新井さんと同居したいですかという質問に、まんざらでもない様子の2人、これに対し井口は一軒家の1階2階マンションの別階などでの同居を提案。井口はお金入っても次もでっかいとこで住まないと持ちかけていました。もはや孫ができても6世帯で暮らすなど言い出した井口に、伴侶じゃんと新井ふざけながらも深夜という時間帯から2人で感傷的になっていました。新井が過去に常田のエピソードを語っており、スタジオ作業中にピザを頼んだ際に人数分コーラを頼んだら全部2リットルのペットボトルが届いたそうです。ちなみにマネージャーから絶対コーラを無駄にしてはいけないと注意されたそうです。井口の ANN に2回目の出演をした際、前回のキングヌーの曲について薄い感想を言った反省からしっかりとした解説を展開。今回は井口からむちゃくちゃ喋るなと突っ込まれました。結局最後はいい曲で落ち着き、いいベースラインだなという自画自賛も挟んで、ひたすらいい曲を連発していました。新井は最近井口にムカついたこととして、井口がサバ缶を温めていた際に中の汁を3分の1ほどこぼし、それがカバンについたことに対して少し本気で怒っていました。過去のライブで CD を手売りした時、一番売れたのは地下アイドルとの対バンと語る新井、地下ドルファンのおじさんが10枚ほど買ってくれたそうです。また自身の楽曲を聴いて、キングヌーのベースむちゃくちゃ良くないと連呼していました。井口も自分のベースに浸るなと突っ込んでいました。井口の ANN 最終回で新井からの手紙が寄せられ、そこには温かいねぎらいの言葉が書いてありました。自信持ってもっと自分を認めてやりなね、悟のいない部屋を見ると寂しいという言葉に泣かないと決めていた井口は号泣しました。ちなみに
この回で常田大輝は歴史の曲をパロディしたリリックを送り、井口はこれがお前らの行き祭なのかと失笑していました。また井口は何回もこれ本人からかと確認していたとのこと。さらに席から送られた言葉は、ドライマンゴーをでっかいヨーグルトの中に沈めて1日寝かして食べると美味しい。これを受けた井口は一言、こいつ終わってるな。最終的に新井が綺麗に締めた形になりました。新井が語るところによると、井口は料理がうまいらしく、新井の好物にはサトルのタコライスが必ず入るそうです。井口はそれを聞いて本当に照れていました。過去に新井はオムライスを作った写真を X に投稿、そのオムライスにはケチャップでサトルと書かれていました。ここまで来ると仲がいいというよりできてると思われてもしょうがないですね。井口と同居していたアパートを内見した際、井口が二日酔いで来ずに、すごくいい物件だからサトルが OK なら手続きを進めたいという新井に、和樹が住めるならそこでいいよと井口が返答しました。信頼関係がよくわかります。新井がパーソナリティを務めるラジオにもキングヌーが全員出演。その際、常田はなんと牛タン専門店根岸の弁当を持ってきて、味噌汁だけ終盤に飲んでいたことを常田は明かしています。もう少しラジオの収録が長引いたら弁当を食べる勢いだったとのこと。新井が行きつけのスパイスカレー屋さんをラジオで紹介した際、店名は伏せたものの自力でたどり着いたリスナーがいたそうです。店のシステムはカレーが A セットで4種類、B で7種類でしたが、新井が B を頼んだら12種類ついてきたことがあったとのこと。後から入ってきた女性のお客さんは A セットを注文しましたが、カレーが7種類入っていたそうです。さらにマスターはサービスでカレーを配るなどして、新井はこの店を潰れちゃうんじゃないかなと心配していました。久しぶりにそのカレー屋さんに行った時の話で、マスター曰く常連さんに、芸能人は本当に行きつけの店は紹介しないよと言われたことから、捨て駒にされたと感じていたそうで、新井は捨て駒にされたんですかとマスターに聞かれたとのこと。ちなみにこの時はお店も忙しかったそうですが、新井はその当時髪型をドレッドにしており、気づいてもらえるか不安だったとのこと。2023年の話、この店ははっきりと新井から明言されたわけではありませんが、渋谷にあるハグミだとファンの間では言われています。フェス直後に食べたいものを聞かれた際、井口は肉、常田は寿司と語る中、新井はクレープといい、シナモンホイップが特に好きだそうです。またキングヌーの中で新井は唯一の甘党とのこと。いかがだったでしょうか。私が個人的に一番笑ったのは、井口さんが犬に憑依されて石油さんのフードを引きちぎるのかのごとく噛んで引っ張るエピソードです。皆さんの一番お気に入りのエピソードもぜひコメントにて教えてください。また今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。